ね、あのオンラインお話し会お休みさせていただいたんですけど、そのおかげでね、めちゃめちゃ声がね、調子良くなったんです。嬉しい。めちゃ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 調子戻ってきた。なんかただなんかやっぱちょっとなんかそう、油断したらダメだよって本当ですよね。あのまだわかんない、もしかして今日歌ってみてどうにかなるかもしれないんですけど、え、なんかすごい自分でもわかるんですけど、なんかねすごいなんかガサガサがね減って、あ、すごいやってなったので、今日歌うのがすごい楽しみです。やったー。しかもそれと同時にあのあれ iPhone も直ったし、もう本当にそうなんですね。にしても今日雨すぎません？今日湿気で電車乗っててびっくりしちゃったね。いや本当に嬉しい。そう、なんか今日はちょっともう一仕事終えてきて今なんですけど、この後もう一個仕事があって劇場に行くんですけども、そうオンラインお話し会ね、ちょっと行く予定だったよって方は本当にすいませんでした。でも本当にそれ休んだおかげできっと歌唱力とかもねこれからあるので、違う、なのでちょっとね安静にしてよかったなと思いました。ありがとうございました。本当に本当によかった。はあ、あ、すごい涼しい。お、ヒーローさん、あ、毛利先生ありがとうございます。そう、今日なんかたまたまなんか本当スケジュール的にはもうちょっとパンパンパンと行く予定だったんですけど、なんか早かったのかな、なんか順調に進みすぎてちょっとね空き時間が生まれちゃったので時間を潰そうかなと思いまして、そう雨だからそんな外にね出歩いてなんかするってわけにもいかないので、ちょっと久しぶりにショールームしましたね。でもなんか最近結構ね握手会とか握手会お話し会とか休むことすごい増えたなって言われたから、確かに考えてみればそうだなって思うけど、なんかちょうどいいタイミングで振り返きて、まあその時にはその時話せる内容もちろんあったんだけど、振り返になったらなったで、あ、こういうことすれば話せるじゃん今ならみたいなこともあったりして、チャンピーありがとうございました。そうだからすごい振り返は振り返でなんか予期せぬなんか話せるタイミングみたいな感じですごい好きっちゃ好きなんですけどね。ね、昔は本当に休まない人って言われてたのに、あ、ゆきぽよありがとね、うん、無理しちゃダメだよって優しい、さすがママ。そう、まあ振り返りも多分いずれ変わるのでね、なんかあとあれ、あの昨日の太田ゆきちゃんのあれ何村山優里が太田ゆきによってみたいな、なんかなんだっけあれあれ見ました？びっくりしたんですけど、私なんか見て見ました。見てないかな、ね、ちょっとミスみたいなあれね、面白かったですよね。面白いって言っちゃいけないんですけど、あれ見つけた瞬間に私もゆきちゃんに LINE して、ちょっと体調大丈夫もそうなんですけどちょっとこれ不覚にも笑ってしまったんですけどつってゆきちゃんに送って、あんなミスあるんですね、面白かった。でもなんか声出せないので一番何が辛いかって、体は元気なんですよ。でなんかやっぱ楽しくなると喋っちゃう私は。
黙れないんですよ。だから劇場とかもなんか自分の声が出ないだけで休むのってすごいな、悔しいんですよ。じゃあ例えば骨折とか熱が出ちゃったとかもう動けないだったら、あ、もう諦めるしかないなって思うんですけど、そうじゃないと声ってみたいな、いやもしかしたら気のせいかもしれないし出るかもしれないよねってなっちゃうからし、なんかすごいなんか難しい、なんかなんな、なんか予選に向けての準備だったりとか、じゃあ公演に向けての準備ももちろんそうなんですけど、なんかその表に出てない時だってメンバーそれぞれ練習する時間があったりするから、そこに合わせてこう調整していかなきゃいけないじゃん。でもそのためのスケジュール、その予選に対するスケジュールじゃないスケジューリングだったりするから、自分でどこを休むかって自分で決めなきゃいけないんだなって最近すごい思いました。だからそれがオンライン話し会になっちゃうのはすごい苦しかったんですけど、すごい考えて、オンライン話し会は振り替えができるなんて最悪でも、そんなこと言ったらもう劇場だって今日この日しか行けないかもしれないし、お話し会だって今日しか行けないかもしれないと、まだ救いの手がお話し会だったらあるかなと思って、ちょっとなんか予選はなんか私のために別に動いてくれてるわけでもないので、みんな平等っていうことで、前回も首がしたっていうのもあったので、今回はなんか予選で歌いたい曲があるんですけど、なんかその曲がやっぱ難しいのと、キーが高い、やっぱ自分昔から高い音出すのすごい好きっていうか、それがストレス発散法だったりして、カラオケでも高い歌歌うのが好きだったから、自分でも高い歌出なくなったら分かるんですよ。あ、この音出てたのに出なくなっちゃったなとか。今回もキーがやっぱ高くて、そこでしか勝負できないかって言ったらそうじゃないかもしれないけど、やっぱそこで勝負したいなっていう気もするから、そこの練習も兼ねてちょっと2日黙ってみたんですけど、思った、なんか2日間黙ってみて、やっぱこの職業って声ありきというか、喋ってないとというか、なんか会話ありきの職業なんだなって思いました。裏でもメンバーとかスタッフさんとコミュニケーション取って、ステージでも歌ったり、なんか MC でトークしたりとか、あ、声って必需品やってなって、だからなおさら2日間黙ってて、こんなに最近で黙ることなかったなって思ったしね、声帯を酷使してたんだなって思うと、なんかそれに気づけてよかったなって思いました。年齢によってはこうなんかさ、声帯の音域の幅がこう狭まったりとかって、まあよくね、そのなんちゃんから聞いたりとかするから、それがいつか分かんないからね、今声出なくなってずっと出し続けて、高い声出なくなっても嫌だし、せっかくボイトレとかも始めたから、ここはちょっとちゃんとしたいなと思って、本当にありがとうございました。本当に一言も喋れなかったかって言われたらそうじゃないんだけど、何さ、携帯がメールね、本当に大変だったんですよ。もう本当大変だった。なんか土日ってわかんない、勝手な偏見で携帯屋さんやってないみたいなイメージがあった。いや今考えれば絶対やってるんですけど、だから私なんか絶対に直せるよねって話になったの、お姉ちゃんとなったの。だからお姉ちゃんと電話しながら、いやこれは絶対にいけるみたいな感じでやってたんだけど、お姉ちゃんのせいで一回この携帯、私のアドレスがもうなくなって、だからそもそも受送信できないのは何って感じなんですけど、まず本当にある日突然なんか、そう、
X で私もね、なんかちょっとツイートあのあれポストしたけど、あのタコムスのプラメを送った以降、その日の夜の劇場終わりのプラメぐらいからしれっとなんか送れなくなってて、しかも気づいたらスケジュールも届かなくなってて、待ってみたいなって、あ、劇場の後に送ったプラメ送れてないやと思って送ったら、なんか変なの出てきちゃって、なんかこれはダメですというか、なんか よくわかんない出てきて、まずいと思って、でいろいろいじったんだけど無理で、でお姉ちゃんに電話してでお姉ちゃん結構ネットとかすごい強くていろいろ調べてくれるんですけど、ネットに結構調べてなんか5個ぐらい書いた原因が、絶対違うの全部わかるんだけど、で 99.9% これね治りますみたいなのがあって、それやろうってなったら、それやったら私のアドレス存在しませんみたいな、なんかなっちゃって消えちゃったの一回。でその夜になんかそのお姉ちゃんの旦那さんがまたまあ強くて、日曜なのにね、なんかで、いやこうした方がいいよ、ああした方がいいよって言ってこうやってなんかまあいろいろこうやっていじってたら、次電波が入らなくなっちゃって、もう何もできないみたいなってなって、いややばい、まずいみたいな、お姉ちゃんとずっと電話つなげてたけど普通に電波なくなるからさ、しかもなんか Wi-Fi 切ってくださいみたいなって、 Wi-Fi も切ったんだけど、だからもうプツって急に切れちゃって、待って、誰とも連絡取れないし、このまま私がこの携帯が直らなかったらスケジュールも知らないし、で最終的になんかあの SIM カードみたいな、なんか刺して抜いてみたいな、したら治ったんです。何が原因なんだマジで分からない、なんか今までそんなことなかったよみたいな顔してアドレスポンって出てきて、メールが300件ぐらい溜まってて、もうさね、原因は全然分からなかったんですけど、え、でもあ、そう、でもすごい言われた、なんか SIM 抜けてたんじゃないみたいな、そう、 SIM カードが多分抜けてたんです。でもね、すごい不思議だったんです、なんかお姉ちゃんと、なんか本当にもう笑っちゃう、お姉ちゃんとさ、いろいろなんかやってたの時になんかプロファイルみたいな、なんかそこにアドレスとして入ってる、なんかそう一括のプロファイルってそういうファイルがあるんですけど、消せみたいな言われて消したんですよ、消して、おお消えたぞみたいな、でメールのとこ開いてもなんか G メールとか、なんかあなたはどれのアドレスで使いますかみたいなのが出てきちゃって、待っておいみたいな、私のアドレス消えちゃったぞみたいな、そしたらショートメールってあるじゃん、なんかそこに私がタコムスのメールを送った数分後、20分後ぐらいになんかあなたの E メールのパスワード変えたのでこれで初期設定してくださいみたいな、あの絶対にあの詐欺とかじゃないの、ちゃんとした番号から来てて、いいみたいな、待ってその前に私はもうこのアドレスを消してしまったから、そのアドレスとパスワードとかも存在しないんです、ちょっと待ってよみたいな、あなたがプロファイル消せっていうから消したけど、よく見たらこれで、全部スクショ送ってこれじゃないのって言ったら、それだねってなったけど、アドレス消えたからどうしようねみたいな二人でなんかもう笑い事になっちゃって、本当に良かったなって、全てはあパンちゃんありがとう、全てはそれだったんです、絶対に、もうなんかお姉ちゃんも私も笑いが止まんなくて、いや絶対にあんたやんって、でも 99.9% 治るって書いてあるんだからね、ほんと大変だった、よかったなって。でもさ、振動でさ SIM カード抜けるって聞いたことなくない？ああライオットありがとうございます、タワー、そうよ
かったなって。さあ、わ、祈り、ありがとう祈り。え、結局そう、消したの良くなかったんですよよく、あ、まあ、良くなかったのかな、わかんない。なんか SIM カード抜いてもう一回入れた時に、なんかもう一回一括設定しますかみたいな出てきて、はいってしたらもう全部戻ってきたから、その消してたおかげでそのもう一回一括設定できるようになったのかはちょっともうわかんない。本当にたまたま治ったぐらいのテンション。本当にね、難しいだし、やっぱさ、撮ったのね、そのプラメ送れない時に。でもビバースってやっぱ撮ってない人もいるじゃない。でやっぱなんかどっちも、なんかビバースとプラメ、なんかどっちもまあ使い分けみたいな、なんかそんなかっこいいことは言えないんだけど、自分の中でこの写真はプラメでこの写真はビバースみたいなちょっとあるから、なんかビバースってなんかそんなに気軽になんかポコポコ送れないイメージだったの。755とかはすごいなんか一番何でもつぶやいていい場所で、その次になの自分の中では、自分の中でなんかインスタみたいなインスタ、うん、そうだからね、すごいいっぱいビバースに送っちゃったけど、うん、まあこれからもうまく使い分けながらやりたいと思います。ね、おお、リサ、リサありがとう。そう、しかも何がいいって、なんかビバースって既読つくって聞いて、まあその私がいろんなことがポコポコポンって送った時にやっぱリアルタイムで返信がこうやって来てくれるから、あ、すごいみたいな、なんかなんかあーすごいって語彙力、あーすごいなって、本当にみんな見てくれてるんだみたいな気持ちになる。リアルタイムで相談してもリアルタイムで返ってくるから、ありがとうございます。受け画面見てみたい。でも受ける側はじゃあここがじゃあウィバースです。じゃあ私が打った これが私が打った言葉で、ここにコメント欄みたいなのがマークでポンってあって、それをポンってするとこの眉毛より上ぐらいのここの幅にアメグさんありがとうにコメント欄がトゥ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 って書いてあって、それスクロールすると全コメントが出てくる。そう、めっちゃ細かく誰誰誰誰誰誰で、時々さ、こう長文だなと思ってさ、こうやってあ、夏ありがとうありがとうでなんかあ、この人すごい長文書いてくれてるなと思って、こうやってさ止めてさ見てるじゃん。でなんか10秒ぐらいしたらプププププププってなってさ、最新の方に行くのよあの子。だからゴーゴーみたいな、なんか読んでない、まだ読んでない読んでないってなって、こうやって戻るのが大変っていうでもちゃんとここに名前も書いてあるし、文章も全部見えてるし、そう、あ、本当よ、不便まで言わないけど、私が読むの遅いのかすごい、もういいねもういいねって、もう行きますよって言われてる感じ。そうなの、でもちゃんと見えております。そうだね、意外とこんぐらいのスペース、こんぐらい、うん、多分、そうだよね、一番細くてこんぐらいです。半分の方が、いや、そんなことは全然ないけど、あのリアルタイムでこう会話してるときは短文の方が確かになんか見えやすいかな。でこうみんなが寝静まってる頃にこう勝手にごめんなさい今から打ちますね打ってもらえると、深夜とかにポンって読んでるぐらいかな。
さんかな。だし。ですね。そうだ、何時まで、何時だっけ、私1時間で配信終わります。何時に行くんだっけ私、何時に行くんだっけ、何時に行くんだっけね、1時間です最悪トントン来るかな。そっか、授業戻るだって。行ってらっしゃい、ありがとうございます。じゃあ12時28分までやります。ほら、あれだよね、お昼時もうまだお昼じゃない、もうお昼ね、すごい時間に皆さん見てくれてる優しい。今配達してきた、配達、そんな雨なのにね。なんかこの前私久しぶりにウーバーやろうと思ったんですよ。で、私なんかウーバー昔からできないんです。それは私がポンコツとかじゃないよ、じゃなくて、あ、誰も来てない、そうで、なんかいろいろあるじゃないですか、宅配、配達のご飯のやつで、ビバスやろう、あ、ビバスじゃないや、ウーバーやろうって思ってたら、なんか私本当にウーバーねダメなんです。なんかいいとこまで行くの、絶対に料金とかもさ出てきて、本当にもう配達、あとワンポチで全部完了って時に、絶対に私の電話番号弾かれるんです。絶対にウーバーに嫌われてる嫌われてるとかそんなことはないと思うんですけど、なんかね、何か引っかかって絶対にダメなんです。そう、なんだろうね。そうで、なんか私昔1回ぐらいウーバーできたことあるんですよ。あ、そう、できたことあるんです。で、できたことあるから、あ、じゃあ今回もウーバーするかと思ってウーバーしたら、なんかまずアプリ消してたから、なんか新規登録か、まあなんかログインかみたいな、多分2択出てきて、ログインしたら、いや多分アドレスか、あのパスワード間違っていますみたいな。分かった、じゃあ新規かもしれないと思って新規にやったら、あなたのその電話番号とか登録されてますよみたいな。おえーみたいな、どうしたらいいのみたいな。で、私すごい現金派なんですよ。でウーバーって支払い方法いっぱいあるんですけど、現金、いや一回、いや、なんだっけな、一回クレジットカードでお買い物したことがあって、その後に、いや、やっぱちょっと怖い現金って言ったら、現金にした瞬間にダメになっちゃったの。だから現金がダメだったそんなことないでしょうよ、現金がダメでした、わかんないけど。で、あとね、一回ね、やっちゃったなって思ったの、ケンタッキーどうしても食べたいと思って、いや、ケンタッキーブーム私めっちゃあったんだけど、今もなんだけど、で、ケンタッキー、あー食べようと思ってケンタッキー頼んだのあと思って、その15分20分ぐらいかかりますよみたいな、でも遅くても30分40分ぐらいですよみたいな、よし、ちょっと辛抱強く待とうと思うじゃん、おかしいな、なかなか来ないなみたいな、雨でもないしおかしいなって思ってたら電話来て、すいませんみたいな、なんかピンポンしても出てこないんですけどみたいに言われて、あ、待ってピンポン私来てないみたいな、おかしいなと思って、なんか住所見てみたら、なんかなあちゃん家の住所になってていいみたいな、で、あ、やばいってなって、すいませんみたいな。で、よくよく考えてみたら、なんかその何日か前に、なんかなあちゃん家にお泊まり行って、なんか私の携帯からその配達で頼んだことがあって、で、なんか
まあ、設定住所がもうなあちゃん家になってるわけんで、気づかないまま私はなんか、あ、そう、食べたい食べたい食べたいと思って、もうなんか気にせずこうスクロールしてオッケーオッケーオッケーみたいにしてたら、なあちゃん家にケンタッキー届いちゃってえ、でもそう、何が悲しいって、なあちゃんがお家にいなかったんですよ。お家いなくて、え、すいませんみたいな、ちょっと今からこの住所を、絶対無理なんですけどね、送っていただくことってできませんかって言ったら、そうですね、次の配達もあるのでちょっと難しいですねってなったから、あ、じゃあすいません、じゃあお兄さんの昼ご飯にしていただいてって言って、もう損したよ。だってそういう配達ってさ、店舗に行くよりさ、送料かかってたりちょっと高いじゃない、どんだけクーポン使ってもさ。もう悔しかった、ケンタッキー。はい、だからポテトとチキンとお兄さんの胃の中です。もう悔しかった、ケンタッキー大好き、本当に大好き、悔しい本当にっていう話です。何の話したかったんだっけあの本当にあのさ、あるじゃん、みんなも絶対そうだと思う、あのさ、なんだっけ、あの利用規約みたいな、利用契約だっけ、どっちだっけ、利用規約みたいなあるじゃないですか。え、1から100まで全部目を、うん、滑った、こんにちはーすえ、全部利用規約読んでますか。それなっちゃん知らないの。そう、そうなんです、なっちゃんに似てない、これ、あ、わかんない、不在着信、あ、不在、あの不在ピンポン入ってるかもしれないけど、そうそう、え、読まないよね。でも読まないでさ、トゥルルルルってやってさ、同意しますって絶対に押すじゃない。そう、そういうことなのよ、でしょ、読まないでしょ。だからさ、結局なんかわかんない、あの、じゃあ新品の電化製品買いました、説明書全部読むかって、読む人もいるね、すいませんね。そう、なんかなんでいけちゃうかもって思ったりしない、思ったりしない、しないか大勢さん、初めてかな、大勢さん、ありがとうございましたわ。そう、なんかさ、感覚でさ、あー読む、あー読むとか、多分これが電源ボタンで、これがじゃあなんかメニュー、これ押したらいけるんだなっていうさ、なんとなくのさ、あれあるじゃないですか、って思って Uber とか配達とかやっちゃう。だからよくあるのが、じゃあ例えばさ、仮にね、母の日にこれをプレゼントしたいです、じゃあ自分が購入者で、でもなんかお母さんの名前で名前を届けて、あ、名前を届けないで、お母さんの名前で荷物を届けて、え、なんだろうなんだろう、開けたら、わー嬉しいみたいな、これ母の日のプレゼントなのねみたいなさ、したいじゃん。でそういう時ってさ、なんか、あ、危ない危ない、じゃあ例えば、じゃあ私からお姉ちゃん家になんか贈り物を送る時とかさ、お姉ちゃん家にさ、住所を最終設定するじゃない。で次に、普通に自分の買い物しようと思って、結構なんかポコポコ買ってさ、割とこうメイク用品とか割とすぐに欲しいものポコポコ買って、でよしと思って普通に、よしゴーゴーゴーみたいな。今ってさ、すごい楽じゃないですか。だってボタンポチッと押したらもう注文完了みたいななるじゃないですか。で、あ、待って待って、届かないと思ったらお姉ちゃん家に行ってたりとか、全然ある。しかも後払いね、申し訳ない、後払いじゃない、着払いだ、申し訳ない、いつもすいませんと思ってますよ、確認ミスです。はい、そうなの。なんかやるって決めたらすぐしたいからね、え、本当に
難しいよね。メール来た、あ、プラメ今来たの、すごいね。プラメよかった。そう、なんかさ、最近すごい悩むのが、皆さん通販とかで買い物するじゃないですか、きっと。何払いですか、こんなこと聞いていいのかな。何で払ってます、なんかクレカ、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 嘘、うわ、クレカ、クレカ、嘘でしょ、圧倒的クレカ、そんなに、クレカ、クレカ式クレカ、それはクレカじゃないか。へえ、なんで、あ、銀行振り込みね。あー、だってポイントた、あ、そっかそっか。なあ、現金、一人だけ現金いた。そうなんだ。なんか私もね思うんですけど、でもクレカって怖いのがさ、知らぬ間にさ、なんかお金減ってるじゃない。てかなんか見えないお金というか、見えてるお金は減らないわけじゃないですか。なんかすごい、まあポイントって言われたらそりゃあそうですけど、だから私は割と目に見えるお金が減ってって、ああやばいやばい、もうないじゃんって思った方が節約とかできるかなって思うんですけど、あのね、現金のね良くないとか、ほんとさっきも書いてあったけど、手数料だね。そう、その手数料がね嫌なんですよ。なんでさ、支払うことは変わりないのに、なんで手数料取るんだろうね。いや、その明細がなんかちりつもじゃん結局で、なんかその締め日かなんかにさ、ドーンってきて、やばい、こんな買い物してたんだ私ってなって、もさ手遅れなわけじゃん、払わなきゃいけないからってなったら、なんか目に見えてる額が減ってった方が私はいいんじゃないかなって思っちゃうんですよね。そうなんだ、なんかデビットカードっていうのもあるみたいだね。私コンビニ払い超上手だよ。しかも最近のさ、コンビニ払いってすごいなって思うのが、バーコードがもう店員さん向けになってんのよ。だからこう、ちょっとこれスマホ入ってないんだけどさ、これ上ね、このままさ、こうやって操作してるじゃん、このままピッて出していいってこと、ここにこっち向きにちゃんとバーコードがさあんの。あー、ニックさんすごくないですか、とか優しいですよね。そう、お昼休みになりました、お疲れ様。そう、ちゃんと店員さん向きにあのバーコードがこうなってるんですよ。まあ別に逆でもね、あの読み取れると思うんですけど、そう、あのなんか半分半分で、こっち画面は半分の画面はこっちに字向いてるし、こっちの画面は店員さんに向けてこうなってるしみたいな。本当に優しいなーって思います。はいね、コンビニ払い、そうなの、そうなの、コンビニ払い手数料本当取られるけどさね、その方がいいよ、数量やだ。あ、ゆうが背中で愛を伝えに行きましたって待ってるね。そうなの、ペイペイ、ペイペイ、ペイペイって、私びっくりしちゃったの。なんか韓国に行った時にすごい喋るね。韓国に行った時に16期のマナカとアヤミンとズッキーとね、4人で行動してたんですけど、なんかやっぱ海外行って換金、あのお金買えるじゃないですか、その韓国のお金に。でもなんか大体いくらぐらいで買えるのかとか分かんないから、みんな大体あ、こんぐらいかなって少なめに見積もるじゃん。なってくるときにやっぱ「てててんクレカです」みたいになるじゃないですか。でもクレカもなんか使える使えないっていうのがなんか韓国であったっぽくて、でなんかすごいマナカがかっこよくて、あ、じゃあ一回払いますよ、払いますよって感じでピッてしてくれて、あ、ありがとうみたいな、マナカみたいな。で、
あ、じゃあお金返すねみたいななるじゃん、そういう会話に。で私はあもうその場で、あじゃあいくらぐらい、あのちょうどあったから、はい今渡すねって渡したの、現金で、あの人日本円で言ったら、なんか真中が、あゆりさん現金派の人かみたいな言われて、えみたいな、何みんな現金じゃないみたいな、いやみんなペイペイっすよみたいな、ペイペイで送金っすよみたいな、なんか言ってきて、いや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 まさかまさかみたいな、ペイペイで送金、いやみんながそんなわけないみたいななってたけど、みんな結局なんかペイペイで送るねみたいな、なんか送ってて、待って待って時代はペイペイなんだみたいな。で私もペイペイやってなかったんだけど、なんか初めて何かで立て替えた時に、なんかえペイペイやってるみたいな、あやってない、あなんかアプリ入れてるけどちょっとペイペイやったことないんですよねみたいな、だったら、あでもなんかペイペイってなんていうの、なんか勝手にさ向こう側からなんか送ることってできるじゃない、なんかよくわかんないんだけど、でペイペイで友達になって、なんかチャリーンみたいになって、すごい、なんかペイペイに2000円入ったみたいな、でペイペイでコンビニとかでペイペイってお買い物すると買えるの、え感動しちゃってペイペイに。それはみんなペイペイだし、あのさスイカとかピッてやったらさ、そりゃ簡単だよね、一回一回カード出さなくていいもんね、そりゃ楽だよね。でもさついていけないって無理だって、なんかみんなすごいなって思います。しかもね私のね面白い、あこれはやめとこう、言うのこれはなんかちょっと危ないからやめとこう、本当にえなんか初めて、なんかよくわかんないんですけど、あのスタバのモバイルオーダーって知ってます？なんか私初めて、あのどうしても仕事で新幹線に乗らなきゃいけなくて、でも朝早いからちょっと 1,2 分でも時短したいなと思って、初めてモバイルオーダーというものをやってみたんですよ。でそれもね真中から教わったんですけどなんか真中となんかファンミかな、なんか仕事かなんかで新幹線使うときに、あと10分で新幹線が来ます、でなんかその駅中にあるさファミマじゃない、なんでなんでコンビニ、いやスタバってやっぱみんなさ同じ考えだからさ並ぶじゃない、ダダダダダダっつって、でやっぱ今観光客の方も多いし、なんか結構なんかどうしても進みが悪いみたいな、で私と真中であと10分いけるかなみたいななってた時に、なんかあじゃあなんかあモバイルオーダー一か八かでやってますって言われて、えモバイルオーダーみたいな、いいのみたいな、ないみたいな、でモバイルオーダーって私なんていうの、なんかそれもさ多分クレカとか彼が完了するわけじゃん、知らなくて、であえいいのみたいな、じゃあ私はこれであれでそれでみたいな言って、えありがとうみたいな、そしたらなんかなんとかさんって呼ばれて、あこれみたいなで言ったらもう商品出てくんの、ええみたいな、お金はみたいな、払ってなくないと、あ払いました言われて、えありがとうみたいな、私また元気で、そこで初めてモバイルオーダーって素晴らしいってことを勉強し、一人でモバイルオーダーをしたんです。で、私もね、クレカ持ち登録して、あ、じゃあこれで買えるのかなと思って、本当にね、名前呼ばれたの。相手の30歩手前ぐらいよ。だから1分とかよ、モバイルオーダーして。たまたまお店が混んでなかったっていうのもあるんだけど、お店着いたらもう名前呼ばれて、あ本当にすごく便利だわって思って、その時になんかあれよクレカを初めて携帯の中に仕込んだんだけど、そしたらすごいのよ、なんかさピーってやるとさ絶対にクレカが反応するの、私 IC カード人間なんだけど、ピーってしたら絶対にクレカが反応しちゃうの、え君じゃない君今じゃないよってずっと思って、しかも顔認証頑張ってなんかされそうになるから、あ大丈夫大丈夫大丈夫みたいななるっていう、今すごい、はい、なんかすごいなって思ってます、この世界あなんかまださ
コーク音コーク、あ、設定で変えられるんだ、知らなかった。コーク音も普通にピッて、まあ買っても別にいいんだけど、コーク音はそのコーク音で書いてある自動販売機だとなんかスタンプがたまるみたいな、で、あの IC カードも使えるよみたいな。え、感動しちゃった。だってこれでさ、コーク音頑張って見つけてさ、10本買ってさ、10ポイントたまったらさ、もしかしたら1本無料になるかもしれない。そんなお得な世の中あるんだねって、ニックさんね、ありがとうございます。クレカ、クレカ、クレカ、イントネーション違うって、クレ、クレカ、そうそうそう、もう本当にこの世の中ついていけない。あ、ごめんなさい。ああ、たちまるも、タオありがとうございます。あーか、ありがとう。ゆりちゃんに会いたいマン、ありがとう。あ、15個か。しかもあれだよ、航空音って、なんか2万歩だっけな、なんか1週間で何万歩、3万ぐらいかな。歩くと、なんか1ポイント、1スタンプもらえるから、別に買わなくてもいいんだって。シュって。飲み物買わなくても、ポイントが貯まるよって。あ、3万5000歩だって。3万5000歩です。もっとある、すいませんねやっぱ上には上がいるってこういうとこだね、こういうことだね。あんまりさ、嘘というかさ、なんかにわか情報とか流せないね、怖い怖い。確かに、ところでマイキューセンターになったね確かに、あれ見ましたよ、ジャケ写。しかもなんかあれだよね、なんかマイキューのなんか配信のなんか見たんだけど、なんか私の話めっちゃしてくれてた気がする。なんかユーナーさんの動画すごい見てみたいな、勉強したんですっていう動画見てて、可愛いな相変わらずと思って。そう、行かないからなんか会って話したいんですけど、なかなかね会えなくて寂しいです。マイキューね、話したい、マイキューとまたどこかで共演できること楽しみにしていますね。え、なんか、あ、ゆみちょありがとう、仕事休憩中だって、お疲れ様ね。え、なんかあんまりさ、なんかセンターってね、やっぱあまやちゃんありがとうございます。あんまりさ、なんか気負わずとかって言ってもまあ気負っちゃうポジションだと思うんですけど、本当にながら、でもマイキューがセンターやってるとこ生で見てみたい。画面越しとかじゃなくて、うん、見てみたい。え、ココイチのトッピングおすすめ。え、私トッピングじゃない、トッピングじゃないというか、まずココイチ絶対頼むのがイクラで、あともう一個は、もう一個というかハンバーグカレーほど入れる。なんか昔ね、お父さんの給料日とかに絶対にガスト頼むみたいな習慣があって、そのガストが大好きで、しかもあるいはなんか配達、それこそそこの届いた時のあの匂いが大好きで、あとなんかさ、アルミで包まれたあの温かさ逃がしませんみたいな、あの袋から出てくるのって本当にあったかいのよ。当たり前なんだけど忘れられなくて、でその時に福神漬けをあそこに入りきらないぐらい私追加で絶対頼むので、やっぱ子供だから食べきれないわけよ、お腹いっぱいになって。で、あーちょっとごめんねママ食べてって言って、こうやって押し付けると、ママは福神漬けが入ったカレーのルーがねそんなに得意じゃないからダメだよって、あ、ダメだよというか、いいんだけども残すならやるなってすごい怒られてた。ただ本当に美味しいの、あの福神漬け大好きね。なんかさ、最近あるじゃん、あのさ、ここのお店の何々みたいな、ここのお店のタレとかさ、ここのお店のらっきょうとか、なんか何々っていうのを家でもどうぞみたいな。いや、でも家じゃなくて
美味しいんですみたいな、わかります？ありません？あるんです。そうだからあんまり買わないんだよなね。そこの雰囲気で食べるから美味しいみたいな。そう買うと、まあ買ってる時は楽しいからいいんだけど、に持って帰ったらもう買ったことに満足してなんか食べるの忘れちゃうなみたいなね。めっちゃほんとそれね。え、いっぱい喋ったな。わ、15分、そろそろかな。そっか、皆さんはやっとお昼休憩とかなのかな。ちょっとぜひ好きなもの食べて午後も元気に頑張りましょう。うん、なんかピンクい、肌ピンクい。あ、今コンビニね、お昼探してます。コンビニね、最近でもすごいよね。低糖質とかさ、なんかヘルシーなものめっちゃ売ってるしさ。コンビニ何が好きかな。でもコーヒー買っちゃう。なんかコーヒー飲むと酒飲んでます早くない？お酒飲む人早いよ。いいけどさ。あ、大勢2度目だ。大勢さん初見、誰なんだろう。あのね、コーヒーとかカフェインが入ってるもの。いやでもね、レッドブルーとかのカフェインは私はあれだけど、そのなんか苦味があるカフェオレとかコーヒーとかあるじゃないですか。ああいうの飲むとちょっとね、お腹空いたのね、なんか和らぐというかなくなるから、よく飲んだりしますね。しかもコーヒー飲んでるさ人ってかっこよくないかっこいいじゃん。なんか最近ね、朝起きてさ、あのポットでさお湯沸かせてさ、あのさ、あるじゃん、マグカップにさ、こう日の字みたいにさ、こうコーヒーのあのなんかあれ置いてさ、トゥ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 ってさ、ここまでやってさ、プクプクプクってなんか20秒ぐらいでさ、プクプクプクってなって、それを 2,3 回継ぐのやつ、あれを最近飲んでるんだけど、昔はコーヒーの匂い大っ嫌いだったの。なんでこんな苦いものを飲むんですかって思ってたんですけど、そう、ドリップコーヒーだね、ドリップコーヒーっていうらしいそしたら、あ、そしたらというか今はそのコーヒーの匂いが心地いいみたいな。あ、コーヒーを飲みながらトーストを食べて新聞を読むパパの気持ちが、あ、パパ別にやってなかったんだけど、あのよくドラマとかでさ、ドラマとかにいるパパはそうしてるじゃない、新聞片手にこうやって食べてさ、お、今日もなんとかかんとかなのかみたいな。めっちゃその気持ちがわかる。新聞読めないけどね。そうなの、あのね、あの別に大きな声で言うことじゃないんですけど、小学生新聞解約いたしました。あのね、もうママと相談してやめますってあなたはきっと読めと言われて、読めって言われて読むのと自分が意識的に見るのじゃ違うから、じゃあ毎回毎回やってないんだけどできてないんだけど、なんか今日のニュースとか見て、なんか覚えたことをママに LINE してきなさいってなって、最近なんか円安円高ばっかだから、何この円安円高みたいなっていうやり取りママとめっちゃしてます。はい。でもね、新聞ってすごい役立つのがさ、なんか靴が濡れた時、今日の雨とか、すごい喋りすぎやばいね、靴が濡れたりとかした時にさ、靴の中に新聞紙入れるとさ、なんていうの、すぐ乾くのよ。それパパのなんか知恵なのかな、わかんないけど、それをなんか当たり前のようにやってたの、すごいねみたいな
そんな知恵どこから言われて、すごいいいからぜひ皆さんも新聞紙使いどころ分からなかったらぜひやってみてくださいね。えでもさ、時事問題とかってこうさ、それこそなんか下手にこう情報言えないじゃないですか。だここで言ったらさ、え本当なのって、まあ私の話鵜呑みにする人絶対ないと思うけど、だママとかに押さえとかないと、本当になんかユーリーの言ったことが絶対とかっていう人の人生狂わせちゃうから、ここではあんま言わないんですけど、時事問題とかって難しいなって思うので、やっぱデイデイとかに出てるトムさんって本当にすごいなと思っています。あとナギちゃんとか、はい、ということで今日も愉快な愉快なお話し会でした。ランキング読みたいと思います。これはねどれだろうな、はい、読み合ってるかな、はい、いきます。13位チャンピー、ありがとうございます。12位シュワマンさん、いつもありがとう。11位アーカー、ありがとうございます。10位マヤちゃん、ありがとうございます。9位ゆきぽよ、ありがとうね、いつも。8位ぐっさん、ありがとうございます。7位リサ、ありがとうございます。6位イちゃん、ありがとう。あ、5位大勢、ありがとうございます、初見の方。4位パンちゃん、ありがとう。4位いろり、喉を守るって書いてある、ありがとうございます。2位ニックさん、2位ニックさん、ありがとうございます。1位森先生、ありがとうございます。無理しないでね、だってありがとうございます。ちょっともう喉が治ったことからちょっと調子乗って喋りすぎてしまいましたが、またお話しましょう楽しかったです、ありがとうございました。あー、それではちょっとお仕事行ってきます。またオンデマンドかな、劇場とかでお会いしましょう。あー、ご自愛ください、大好きご自愛、ありがとね、行ってきます、バイバイ。皆さんもご自愛ください、雨だから滑って転ばないでね、バイバイ、傘忘れないでね、行ってきます。